ウジェーヌ・マネは、フランスの画家。画家エドゥアール・マネの弟であり、ベルト・モリゾの夫。パリで、裕福なブルジョアジーの家庭に次男として生まれた。父、オーギュスト・マネは、法務省の高級官僚で、共和主義者であった。母、ウジェニーは、ストックホルム駐在の外交官フルニエ家の、娘であった。兄、エドゥアールは1833年生。 弟ギュスターブは1835年生である。1853年には兄エドゥアールと共にイタリアのベネツィア、フィレンツェを旅し、キツヤーノの作品などを見て回った。ウジェーヌは兄、エドゥアールの作品、チュイルリー公演の音楽会のモデルとして描かれている。その他、ウミベニテなどの作品にもモデルとして登場している。1868年。 画家のベルト・モリゾとその姉、エドマ・モリゾが、アンリ・ファンタラ・トゥールの紹介でエドアール・マネと知り合い、以後、モリゾ家とマネ家は家族ぐるみで付き合うようになった。ベルト・モリゾと、エドアール・マネとの間に恋愛感情があったとする、説もあるが、証拠はない。1874年、ベルト・モリゾが、エドアール・マネの反対を押し切って、印象派グループ展に参加した年の12月22日、 ウジェーヌ・マネはベルト・モリゾとパッシーの教会で結婚式を挙げた。この年、王党派だったモリゾの父が亡くなったことで、共和主義者だったウジェーヌとの結婚が許された。エドアールは二人の結婚に際して、扇を持つベルト・モリゾを送り、エドガードがはウジェーヌ・マネの肖像を送った。ウジェーヌは兄、エドアールの制作活動を見てきたこともあり、 当時としては珍しい妻ベルトの女性画家としての活動を理解し支えた。妻の作品のモデルとなったり、印象派グループ展の企画に関わり、妻の作品の展示を取り仕切ったり、子外製作の際に妻の荷物を運んだりした。二人の間には娘ジュリーが生まれた。1883年に兄エドゥアールが亡くなり、ウジェールは妻と共に、 翌1884年の回顧展のために奔走した。弟ギュスターブも1884年に亡くなっている。1883年末にはパッシーのビルジェスト通りにウジェーヌ自らの設計で家を建てた。毎週木曜日には晩餐会を開き、ドガ、クロードモネ、ピエール・オー・ミュストル・ノワール、ステファヌ・マラルメ、ファンタラ・トゥール、メアリー・カサットなどが集まった。 ハッシー墓地にあるウジェーヌバネとベルトモリゾの墓。ウジェーヌは1886年の印象派グループ10にも関わったが、1887年から体調を崩すようになり、性格はますます気難しくなっていった。病状は悪化していき、1892年に亡くなった。娘ジュディは13歳のことだった。ウジェは死の直前、病気をして、 妻の個展を準備しており、死の翌月の5月25日から6月18日まで、モンマルトル大通りの物騒、バラドン紹介でその個展が開かれた。ありがとうございます。